テーマ決まってないです。え、テーマどうします、マジで。選んでもらうのやってみたい。フリーにします。あ、フリーがフリーにします。いいよ、コーナーもなしのフリーにします。コーナーやりたくないの、いや、やっぱりのモンモンモスグの新たな展開を考えようとは思ってます。あと20秒だぞ。え、どうしよう。まあ CM 中にまた名前考えますか。はっはっよいしょ。5、4、3、2。 A ビックの A びっくりラディオ。LINE 入力はこれだよ。さあ、今週も始まりました。金曜の19時にお届けする映像会社 ABIC の A ビックリラジオ。この放送は毎度おなじみサンチェスとバナとヒトミンと高見でお送りいたします。はい、今週のテーマは漫画です。あなたは漫画読んでますか。読んでましたか。笑った漫画、泣いた漫画、興奮した漫画、思い出のエピソードを教えてください、うん、はい。そして月1コーナーはバナの音楽は世界だよ。さ、音楽とは音を楽しむと書く。音楽好きのバナが一味違った視点で楽しく音楽を紹介します。そして番組へのリクエスト、コメント、感想は avic@fmginowan.com avic@fmginowan.com までお願いいたします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送でもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧ください。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション ABIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。鼓膜つぶれそう。でかくね。嘘、多分これ、あ、大きくなってる。こういうことだったのね。一人だけこんなになってます。殺すけかなと思ってました。チャラい AKB ファンさん、ヘイヘイ、ひとみん美人だなってよ。ありがとう。いつもありがとう。俺にも欲しいです、そういう言葉。チャラい AKB ファンさんも確定なんだろうね、この名前で。確定だね。はっちゃんのほうみさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。サイガーさん、こんばんサイガー。こんばんサイガー。ブルガリさん、イノワン、今日は気合入ってるか。はい、祭りだ祭りだ、わっしょいわっしょい、それそれ祭りだ、あ、来たぞオーリンジャー。おお、じゃ最後見えんかったわ。G が見えんかったわ。映画じゃーって見えたけど、降臨でしたね。すごい熱いね、コメントが。熱いね。なんだからビアガーデンなのかな。いるのかな。いるのかな、上に。ああ、そうかもしれない。10秒いるか。分からん、いるかもしれないよ。そうですか。今日誰にも手振らんやし、今日。はい、3、2、1。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。金曜19時にお届けするエビックのエビックラジオ、始まりましたよ皆さん。始まりましたね。今週のテーマは漫画です、うん、漫画に関してメールが来てるんですか。はい、来ております。早速いきます。メール、ね、今日は今日元気出していかないと。そうですよ、いけないですね。4月中旬になったら。そうですよ、ね、先週先々週ちょっと元気なかったですからね。そんなことはない。そんなことはないですね。今日どうしました。なんか多分サンチェさん今日どうしました。俺3回連続くらい言ってますね。なんでだろう、今日ちょっとあの上でビアガーデンがあるから、あ、駐車場がいっぱいなんですよ。そうね、はい、いっぱい。でなかなか止めきれず、うん、はい、いろいろうろちょろしてね、うん、はいはい、どうにか止めれてきたんですけど、うん、俺もビアガーデン行きたいなっていう。行きたいな。そうだ、車心配でしょ。絶対車も心配です。ずっと車心配、車心配、車心配。誰かぶつけないかなって。なんか危ない放送になりそうだから、この話題やめようか。やめようか。なんかね、この話したら危ないね。ブルガリさん、俺をもっと熱くさせてくれってよ。メールメール。じゃあ行きましょう。お願いします。ということで、パーソナリティ、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。酒を飲まないバーテンダーを改めまして、お、
エビックネーム大工です。改めすぎじゃないかと。どっから来たんだ。大丈夫ですか。ひらがなで大工です。あっさり本名で言っちゃったんだ。あの先週ほら、私が放送前にツイキャスで本名を言っちゃってっていう話、はいはい、ていうかそれを言っちゃダメじゃないですか。そうなの。そのこと多分また忘れてたのをまたぶり返しちゃましたけど、いいんですか。振りかなと思っちゃった。ああ本名って今バラしたのは一人ですけどね。ちょっと喧嘩しないでよ。もしかしてまあまあまあ知ってる人だから。まあいいでしょうね。呼んでください。これで読みやすいでしょ。ひとみんということで。あ、読みやすい。ぼうさん、ぼうぼう民謡歌手とは関係ないのであしからずと。大からず誰ですか。大からずって誰ですか。知ってます。わかんない。いたっけ。ということで今夜のテーマ漫画。漫画もうこれは自分のためのテーマじゃないですか。お、うん、こういうの待ってました。うん、はい、漫画大好きなんです。そう、週刊よりコミック派。少年漫画から少女漫画まで気になれば読み、気に入ったら買い集める、うん、立ち読みやネットカフェなんかより買って家で読みたいタイプです。うん、はいはい。それを繰り返しての結果が総数約1500冊。やば。約80タイトルの漫画が部屋にあります。やばいね。すごい。懐かしの漫画からまだまだ連載してる漫画まで、50代の方ならゴルゴ13、40代の方ならコブラ、30代の方ならジョジョ、ろくでなしブルース、シティハンター。はい。いいね。危ない。え？イニシャル D だ。頭文字って今言いそう。ちょっと危ない危ない。ちょっとちょっと危ない危ない。今一瞬止めました。危ない危ない。などなど読んじまえばよかったのに。一瞬だから一瞬。頭文字じゃない。危なかったな。危ない危ない。いろいろな年代がありますが、30代後半の方々の年代が漫画の全盛期ではないかと、うん、はいはい。ドラゴンボールやスラムダンクなど名作が多い年代だと思います。うん、自分のおすすめは瞳は分からないかもな。ダーセンジーなら分かってくれると思う。ジャングルの王者ターちゃんです。ターちゃんいいね。ターちゃんいいですよね。知らないですよ、ね、ギリ。なんで？ターちゃんいいんだよな。見たことあるんですけど覚えてないんですよ、ストーリー。ちょっとギャグ漫画ですか。ギャグ漫画。あ、やっぱギャグバトル漫画みたいな。バトルなんですか。ギャグバトル。バトルしてたっけ。最後戦うじゃないですか、闘技場とかで。筋肉ムキムキですよ。そんなだったっけ。戦いますよ。筋肉ムキムキで何、ギャグを言い合う戦いってこと。そういうことではない。違う。筋肉ムキムキじゃなかった。ちょ、ターちゃんはムキムキで、でなんか奥さんと一緒に、はい、奥さんとかなんか中国拳法を使うやつとか、はい、いろんなやついて、はいはい、ちゃんと覚えてないけど、うん、闘技場で戦って、うん、なんかうんこしてた覚えがある。俺なんかそんなだったっけ。俺が覚えてるのはあのターちゃんが、はい、あれターちゃんってターザンのこと、そうそうそう、モデル、はい、元にあったんだけど、ターちゃんが金玉袋を、はいはい、広げてモモンガみたいに飛んでる。あ、飛びます飛びます。ああいう、あれそれ稲中卓球部じゃなかったかな。いやいや、ターちゃんだよ。稲中卓球もモモンガって広げてやるだったよ。そんなに広がらない。チンコ借りたいみたいな。ターちゃんほどは飛ばないよ。あ、そう。ということです。あとMC の皆さんにお聞きしたい。好きな漫画ではなく今になって読めるけど連載当時は苦手だった作品、もしくは読み切りだったけど未だに理解できない漫画ってありますか。読み切ったけど未だに理解できない漫画。これまさに打ち合わせで高見言ってたやつだ。そうそうそう、うん、自分はジョジョの奇妙な物語が、物語、冒険が連載当時かっこ小学生の時の絵のタッチが苦手で読めなかったです。今は好きですけどね。多いよね、そういう人。一応部屋の漫画を7、8割、収めた棚の写真を添付します。すごいなこれ。ちょいっぱいある。すごい、本当だ。やばい。すげえいっぱいある。いや、めっちゃ漫画読むっては知ってたけど、こんなに。すごいですね。シロアリ大丈夫かなと思う。さすが大工。さすが大工。なんかつながった今、ね。棚を作った。あ、棚をってことね。棚を作ってるの。あの、ちょっとね、ラジオの聞きで見えないけど。まあまあ、本当すごい、本当にいっぱいある。1500冊。ね、さすがですね。ねえ。シロアリ対策ちゃんとしてください。食べられますよ、僕みたいに。食べられた。食べられた俺。シロアリ。超悲しかった。俺大工さんも言ってましたけど、俺分かるんですよ、ジョジョ。ジョジョの奇妙な冒険。はい。あの絵が苦手だったんですけど。劇画タッチ。だから読んでなかったんですよ。うん、もったいないな。あの学生の頃。うん。大人になって若干。若干ちょっと、ああなるほどこれのストーリーだなと思ってみますけど、うん、やっぱ苦手ですね。うん、結構分かれますよね、うん、ジョジョ苦手かもね。絵のタッチとか、あ、濃ゆいね、確かに男臭い感じが、うん、女子は絶対読まないんでしょうね。読みそうにないけど今も結構みんな幅広く読むんじゃない、うん、
本当そうだと思いますよ、うん、それも今日ね、はい、見たらあの映像見てる方は分かると思いますけど、うん、サンチェスさんがすごい漫画持ってきてるんですよ、持ってきなので多分語りたがってるんじゃないかなと思って、ね、お今日のテーマの漫画うわなんかいっぱいあるよ、結構持ってきてる、すごい本当に見えるかな、すごいな、縦に見せた、まさか縦に見せましたまさかの背拍子見せたまず分かるか、うん、池原茂人版ロックマンですね。蘇るブルース。漫画あったんだね。ありますよ。あなんかコミックとかボンボンとかですか？ボンボン。ボンボンとか、ね、ボンボンコミックス。へえ。ですよね、多分ね。と、とんかつ DJ あげ太郎。誰これ初めて見た。嘘。面白いんだよ。あと、岩本さん版ロックマン X。はいはい、はい。ロックマンまた出た。と、だがしかし。あなんかこれかわいい。これ面白いんだよ。はい。エンデン、これちょっと俺のタイトルだけ紹介してんの今はね、キッチョメン、シャクジー先生っていう謎の漫画と、わかんないっすよ、あと、ウルトラマン、えあー、アルファベット表記のウルトラマンです、あとかっこいいね、これかっこいい、バンビ、バンビ金子厚先生のね、バンビ、まあ、後でちょっと紹介していきたいと思います、うんうん、あ、今ね、今さらっとちょっと俺読んどくから、え、なんで？いやいやいや、進行でしょ今日。あ、そうか、俺か。満喫じゃないけど。読めると思ったのに今日。ダメだよ。いろいろコメント来てますよ。はい。ハッチ&ホーミーさん、ロックマン好きねーって。2冊もありましたからね。そうだよ。あと、うん、サウルの心さん、はい、ジョジョは自分も苦手だけど、ジュジュは好きと。違うね。違うジュジュ。ジョジョ好きになってほしいな。ジュね。最後さん、漫画なら渡るがピュンが一番好きだよ。あ懐かしいね。懐かしい。あ、聞いたことある。野球漫画聞いたことある？最後沖縄の中学校と戦うんですよね決勝。じゃあそうなの？まだ俺見たかな。全部見てないんだよ。なんか見たんだよね。石垣ぐらいのところと、宮古石垣の離島と最後なんか決勝じゃなかったかな。覚えてないですけど。普通にジャンプだっけ？マガジンだっけ？ジャンプ？月刊ジャンプかな。少年じゃないんですよ。全国紙なんだけど、沖縄の方言丸出しで書いてたから。宮城が宮城合配の宮城と。合配合配。懐かしい。そうそう。夜中渡る。夜波で渡るか夜中渡るです多分。なんかチャラい AKB ファンさんがはい、はい、何かやってる。いや今日違うテーマ違う。ドラえもんの静香ちゃんとかけまして、はいはい、ブラッドの最終決戦と解きます。はい、その心は。どちらもニューヨークが仕事場です。ニューヨークね。ああ、うまいんじゃないこれ。静香ちゃん仕事なんだニューヨーク。静香ちゃんのお風呂入る姿には興奮しましたよね。いやもうユミカオルと一緒でしょだから。当時ね。そうそうそう。お風呂入るユミカオルとお仕事は。いいね。そうそうそれを覗きに。でも静香ちゃんはあるでしょ、うん。濁ったお湯じゃないんでしょ。そうなんだ。ミルク風呂じゃない。ミルク風呂なんですか静香ちゃんも。常に違う。マジっすか。確かそんな気がした。当時ですよ当時。当時。透明じゃなかった気がするけど透明じゃなかった？おけけ見えちゃうしな、そしたらおけけかい。おけけはないんだ、まだ。あ、そうかそうか。まだないんだ。そうだよ。寂聴さん？あ、けっていつから入るの？寂聴出た。寂聴さんを出すんじゃないよ。確かに上はないけど。どうぞどうぞ。寂聴さんいじるなよ。寂聴さんの漫画ありましたっけ？ないでしょ。ごめんなさい、どうぞ。瀬戸内寂聴の奇妙な冒険。うりぃ、無駄無駄、無駄無駄無駄。改心性改心性ジュ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 じゃなくジュジュも出てくるジャジュジャジュジャジュやめようやめようトリップしないでちょっと漫画だから漫画の話ですよブルガリさん漫画といえば北斗の拳に決まっとるやろがあーいいねラオ VS ケンシロウの戦いは見る価値必見、うん、確かにねシャオあーたた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 たほわったーレイがシャオって言うんだあお前はもう死んでいるってやつかそれそれですごめんもうスロットの話に行きそうだからやめよう北斗の話は危ないんだよなんかアニメもやってます俺アニメ見たことあるんですよアニメどうだったアニメの、うん、あ普通に物語通りですけどどうだったっていうことでも何かのバージョンで絵が変なになるんですよねそうなんだ第2期かなんか変な絵になるんですよねなんかまあまあまあそれはどうでもいいですけど今アニメだけど漫画ですか今日そうだよ漫画だよあひとみんとか漫画どうですかあ私、うん、漫画ねどうなんですか、ひとみんは。あんまり読まないんだよ、ほんとに。ちょい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 。袋とじしか読まないのなんでごめんなさい、どうぞ。ちょっと待って。でも読んだの覚えてないかもしれない。少女漫画とかも。そのガラスの仮面とか読んでそうだけどな。ガラスの仮面えガラスの仮面とか。うん、知らない世界だ。赤ずきんちゃちゃとか。あ、赤ずきんちゃちゃはなんか覚えてる。ちびまる子ちゃん。ちびまる子ちゃん。セーラームーン。セーラームーン、あー。あの、リボンとか読んでました。神風怪盗ジャンヌ。
あ、懐かしい。あったんじゃない。うん、あったあった。のだめカンタービレは見てない。のだめカンタービレ最近ですよ。私ドラマでしか見てない。それ、何を読んできたのじゃ今まで。ちっちゃい頃って忘れてます。何をしてたの。家なき子。覚えてるのはあのワンピース。ワンピース、ワンピースとか、はいはい、あとなんだっけな、なんかまあ覚え忘れちゃった。浅っ。忘れちゃった。浅すぎる。浅いな。なんか私さ、あの中学生小学生の記憶がないわけ今。記憶がないの。記憶が消えてた。あ、なんで。メンタル的に心のちょっと締めてる状態。今が青春してるからさ。あ、今が楽しいから、あの時の記憶が消えてた。全部カットです。今の今のシャレ下り。なるほどな。ワンピースは見たことある、はい、見て、はいはい、あのすっごいあのハマりそうだったから、うんうん、ハマったらすごい私何もできないぐらいになっちゃうわけ、はい、だからこれはやばいと思って我慢してやめたの。やめたんかい。やめちゃった。読めなくなっちゃいました。漫画は大事だよ。あ、読んどけばよかった。サウロの心さん、いいこと言ってる、はい、学生の頃ボーイズ B 見てキュンキュンしたって。あ、バスケなんですよ。いや違うよ、それじゃないわ。あれお、あれもなんかありましたよ、そういう感じの。あのなんかあれバスケなんですか。ラブ学園ラブコメディみたいな。恋愛コメディか。あ、そうなんだ。へえ、あ、そういうの見てみたい。最初の頃映画下手なんですよね、徐々に上手になってきて。だんだん可愛くなってくる。ちょうど漫画ですか。 いいね。いや、少年マガジンかなんかで、ね、少年マガジン、あれバスケじゃなかったっけ。ちょ、似たタイトルがあるよ。ある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 。なんかしかも今、あれが出てますよ、ガールズビーが出てるんですよ。マジで。女の子バージョン。ポイ見つけます。絵が上手くなってよ、もう。さらにキュンキュンしてんだよ。そうなんだ。はぁ、いいね。ボーイズビーときたらもう外せないのが合図とかだね。あー、あったね。合図ね。合図。あの、いおりちゃんのケツの、あの書き方やばいですよね。桂先生の。そうなんだ。もうやられるんだ、あれ。へぇ。あれをエロ本の部類として、小学校の時見てた。ギリギリありますよね、ギリギリのね。あいつ呼んでるみたいな。いや別に呼んでないし、俺たけし呼んでるしみたいな。急だな。それぐらいなんか、たけしが好きだったな。面白かったね、うん、あ、たまに入る4コマもが面白いですよ。あ、いいね。ゴンゾーとかね。そうそう、いや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 、メロンパン大好きなんだ。あれ、あ、ゴンゾーあれだ、あれはゴンゾーじゃない、あれはアフロか、ゴンゾーは。誰と思ったわ。犬でしょ。犬だって、小次郎だ。あれ小太郎でした。あ、小太郎で、小次郎でした。わかんないですよね、たけしの話ね、すいません。やめましょう。あ、アニマン、これはなん、どこ読んだらいいんですかね。カッコです、カッコです。カッコの中、あの、アニマン、アット、これ何、アット、ミム、アット、沖縄セルティさん。はい、アニメ、漫画の話なので、アニメ漫画のアニマン兄貴が来ました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。アニマン兄貴ってこの後の番組の兄貴でしょ。そうですね。方ですか。兄貴。兄貴、兄貴。そういうこと。そういうこと。兄貴のおすすめを教えてください。うん、聞きたいね。おすすめがあれば。モンモンモンとかじゃないですか。え、あった。懐かしい。モンモンモンで。角田二郎だっけ。そうですね。びっくりした、妄想曲始めるのか。でもそっから来てるんじゃないですか。モンモンモン、マジで。俺そう思ったの。そうなの。そうなんだ。モンモン妄想曲そっから来てるかと思ってましたよ。テーマ決めたの3人ですからね、これ。俺の妄想のコーナーで。あ、そうだよ。決めたのっていうかね。あ、あの、うん、そうですね。本人がこれどうって言ったら決まっちゃったって感じだったんだけど。そうそうそう。よ、いいねってなって。自分で言って全然出てこないっていうのもいけるけど。なんかひねるの難しいなってなって。サウルの心さんが、うん、さっきのバスケのやつ、ディアボーイズって。ああ、そうだ、それだ。ボーイズでね。ちょっとロゴも似てるんだよな、パッと見。そう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 。なんかいっぱいなんかコメント来てるね。AKB ファンさんも筋肉マンとか、あ、筋肉マン、今日すごいコメント来てるの。かぼちゃワインとか見てました。かぼちゃ、何かぼちゃワインって、なんか聞いたことある、かぼちゃワイン。みんななんかすごいね。マイチングマチコ先生、いやー、マイチング、いいね、いっぱい来てるね。サウンの心さん、電波少女が良かった、うん、あ、電影少女、ビデオガールね、桂さんですね。だった、これもいいね。今のゼットマンもいいけどな。ゼットマンもいいね。ハゲてるやないかって、何のことか。これサルの心さんがハゲとるやないか。あ、寂聴さんだ、寂聴さん。あ、ありがとう。今さら来た。だいぶ間空いたけど。寂聴、寂聴、寂聴、寂聴って、おい、サンだろ、サマだろ。絶対マンガ太郎に出てるから。マンガ太郎に汚くデフォルメされたばあちゃん出てきたくて。いや、絶対キャラになってるでしょ。新遊記出てるから、絶対新遊記で。万有機だった。あ、そうそうそう、ま、あ、万有機だったっけ。新有機じゃないですね。どっち、万有機です、多分万有機。あれ、新有機じゃなかったかな。サヨルルさん、子供の勧めでリアル泣いたって。リアル、リアル、あー、井上さん、あの、スラムダンクの井上、そうそうそう、あの、車椅子の、うん、うん、あれ、デルスパンが結構遅かったよね。1年に1冊ぐらいじゃなっけ、ね、なんか、なんか決めてるんですよね。1巻集めて、なかなか出ないから、俺、打っちゃったわ。
わかるわかるわかります。長いですね。ね、うん。こんな感じだね。うん、あ、そうそう、行きましょう。もう。そろそろ盛り上がってますが。うん、はいはい。スポンサー紹介。サッチさん進行。あ、そうですね。すみません、ちょっと。そうですよね。コメント読みで必死になってましたね。弱長に持ってかれてるんです、ね。おいおい、3つけろ3。せめて3まで。え、次あの弱長様の紹介です。そうですね。あ、違う違う違う。スポンサー紹介ですね。よろしくお願いします。スポンサーか、今週はですね、条件みたいですね。条件さん。焦ってる。みたいですね。はい。あ、まあ、今まで解体リングとか、はい、お茶とか紹介してますけど、はい、まあ、あの普通に、建築屋さんなんで、はい、いろいろ設計、物件の設計とかアパートとかもやってますよっていう、はい、いろいろ病院とか、島の、離島とかでも出張して設計して、はい、小学校のクラブ車とかこう、うん、あとねこれはなんだ老人ホーム、うん、いろいろやってますね、老人ホーム国場さん、はいはい、うん、あと琉球ゴルフクラブの茶屋、結構ね手広くやっとるんです、幅広いですね、うん、まあ普通に住宅とかも設計してますので、はい、うん、ぜひぜひお手軽に、お手軽にじゃないね、お気軽にあの設計と 考えた上で、ね、ご相談くださいね。設計を手軽にしちゃいけない、はい、そう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 いろいろ考えて、はい、まあ、そうやっておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ホームページもありますのでよろしくお願いします、はい、ぜひ検索してみてください、はい、条件さんの紹介でした、はい、じゃあ一旦 CM で休憩しますか、はい、一旦 CM 行きます。ごめんね、ちょっとメール来てるずっとコメント見せメールが開けたら読んでいいですか。いいですよ。本当に不謹慎ですね、弱長さんの。不謹慎だよじゃあ90、今何歳かな、90前半ですよ。100超えたでしょ。いや、超えてないです。あ、超えてない。本当にすごいお方なんですよ。お前が言っても説得力ないわさっき弱長って言ってたから。もう弱長様に対して、いや、もうなんかもう漫画太郎さんにクソして寝ろっていう言葉吹き出しとともに描かれてる絵が浮かぶからね。返したっけ弱長さんのまさに、けどあれから来てますからね、漫画太郎さん。 あったね、時刻甲子園とかもあったね。そうです、あれひどいですか、まさにけどあれなかったことになってそうなんですか。プレステプレゼントもやらねえよみたいなオチで恐ろしかった。あと10秒、はい、早いな、ちょっと読みてえな漫画。先メールいきますね。はい、エビクイラジオをお送りしてますよ、うん、はい、皆さんいろいろメールがあったら 79.7MHz 聞きながらね送ってください、うん、はい、エビクアット FMGIRUMAN.com を送ってくださいね。ヘルツ聞きながらヘルツ聞きながらヘルツ聞きながら送ってくださいラジオ聞いてね、うん、うるせえよメール来てます。メール、はい、ラジオネーム赤星さんから、うん、赤星さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。ポポン、こんにちは。漫画とそれてるけど皆さんが歩いてるのを目撃しました。え、しかし3人とも気づかなかったみたい。どこで3人とそれてすみません。あ、間違えた、漫画とそれてすみませんでした。いつ本当にそれたな、多分下に、下じゃないかな。さっき、のどこで、俺全然聞いてない、光栄がどこでどこでってどうした、気づかなかったね。気づかなかったね。ね、声かけてくれたら多分気づいてたかもしれない、うん、ごめんなさい。3人じゃないでしょ、多分1人、高見はいなかったはずなんですけどね。ああ、そうですね。あ、そう、さっきやったメールでは高見最初に見て、高見姉さん見たってコメントしようしたら2人が歩いてきたって、はいはい、サンチェさんと私が、そうだから今日なんだよ。あ、今日か、今日生きりょうかじゃ高見いや俺ちょっと窓から見てたもんね見てた、怖かったよ、見た見た、なんか怖かったけど早く来いって顔してたじゃん早く来いゆっくり歩いてたからゆっくりね意外と、はい、2つ目また来てますよ、はい、いらっしゃいませ。こんにちは。本題の漫画はやっぱり渡るがピュンだったかな、うん、沖縄の野球漫画、あれを見て野球を好きになったかなって。おー、いいっすね。渡るがピュン、合敗しか分からんな。何、いや、だって言ったらあれです、宮城の合敗ですよ。あのヘルメットが入らなくて、そうそう、ヘルメットが頭はみ出してるそうそうそう、え、そんなキャラが死に転じてるのがいるか、後ろガッツリ沖縄のキャラがいるんですよ。むちゃくちゃパワーがあって当たったらホームランぐらいのやつなんだけど、うん、バカだから、うん、変化球投げられると、うん、打てない、空振り、
岩杉みたいな感じですか。あ、なんか覚えてる気がする。ドカベンのあのでかい人みたいなキャラ付けの人ですかね。それをなんとか渡りがコントロールして、はい、一か八かで、あ、見た気がするその場面。はい、じゃあコメント来てるので、コメント兄貴からも来てますね。あれ今日俺配信今まだ自宅だぜ。あ、ジャンプは週刊ジョジョかデロリンマンだなって。デロリンマン俺今の見てないんですよね。やっぱジョジョは人気ありますね。ジョジョね、うん、ジョジョもうあれ1から見ないためでしょ結局。ちょ1から読んだ方がいいね。もうそれがもう大変だな。スタンドら辺からね一気に話が盛り上がってくるからね、うん、最初は波紋だからね。そう、ひたすら波紋で戦うんだよ吸血鬼どもと。反応？反応はドライブ。オーバードライブ、オーバードライブってやつ。わかる？わかんない。あの二人を見てよ。私ジョジョってさ、あれでしかわからん、初めて知ったの。あの猫がジョジョ立ちしてる有名な画像あるさ。はい、るそれでジョジョを知ったんだ。そう、ジョジョ立ちってなんだって調べたら、はい、結構濃ゆい漫画の絵が出てきて、うんうんうん、結構すごい面白いポーズしてるじゃん。うん、はいはい。それで初めて知った。ジョジョちゃんと読んでください。読んでないからさ。なんか今日のテーマジョジョみたいになってるけど。サイヤー浅い。なんかおすすめの漫画ないの？高見とか。あ、俺は あの正直言うと1990年代が全盛期なので、うん、はい、一番俺の記憶があるのはやっぱ寄生獣。あ、寄生獣いいね。ミギーね。寄生獣が好きで、もう集めてて。で、皆さん知ってるかな、皆さんドラクエの漫画とか読んだことあります？ドラゴンクエストの漫画。ロトの紋章じゃなくて？あー、あったね。ロトの紋章を全巻集めてて、ね、俺それで知ったんですよ、ドラゴンクエスト。入り口がゲームじゃないんだ。ゲームじゃないです。ロトはハマったね。わかんないですね。で、これわかります多分。GTO。 あー、 GTO。 漫画の GTO を見て、うん、もうソリマチ見て俺ほんとぴったりだと思うんですよ。確かに。ソリマチさん GTO 本当にぴったりでしたね。2代目はちょっとあれですけど。2代目誰だ？あの、エグザイルの方ですけど。ああ、でも俺は嫌いではないよ。うん、いや、だから反町さんがすごすぎたんですよね。そうね、ハマりすぎて、演技もやっぱね、すごいし。うんうんうん、湘南純愛組から呼んでた？湘南純愛組は呼んでないです。ダメだよ、おい、呼ばないと。知ってるんですけど、うん、あの鬼爆コンビの、はいはい、そうですね、A キッさんが、うん、先生になるとはと。ね、みんなびっくりしたんだよ最初。あの一巻を手に取った時、うん、GTO。 あ、そうでしょうね。あの英吉がまさかの先生になるんだ、なれたんだっていう、うん、でまずびっくりから入ったね、うん、いろいろもう湘南純愛組と GTO にはいろんなことを教えてもらいましたよ、うん、やっぱ不良漫画ね、男憧れますからね。憧れましたね。ああ、うん、そうなんだ。とかもうでも俺浅い正直言うと、だから語れる漫画あんま少ないんで。あとチラチラ有名とかスラムダンクとかナルトとか見てましたけど、うん、はい、でちょっとたまに純愛だったら、うん、足立みつるさんのラフが好きなの。ラフが、ラフ、ラフ、ラフ、水泳のラフ。あ、見てないな。あの長澤まさみと早見もこみちで実写化したんですけど、うん、俺漫画の実写化基本的に一切認めてないんで、絶対見ないんですよ、はい、認めてないんで。一応わかるよ、いいことになった試しがないんで見てない一切、うん、とかあ と, ブラとか地味に真面目だったブラックジャックとか、うん、あ、ブラックジャック、あ、いいね。小学校の時読んでたかな。手塚治虫さん相当読んだね、ブラックジャックは。図書館とかにあったから。そうそうそう、いっぱいありましたよね。いっぱいあったから。そう、私の件とね、セットで、うん、ケインさんもいろいろ送ってきてくれてるね。そうね、コチカメとかツルピカハゲマルとか。あ、懐かしいね。あ、4コマ漫画も読んでました。ツルピカハゲマル何ですか？ツルピカハゲマルはあのコロコロのギャグ漫画ですよね、うん、へ、すごいせこい。懐かしい。サルの心さん、自分が学生の頃はドラゴンボール、スラムダンク、悠々白書、修羅の門、あ、刃、あ、いいね、ランマ21、2分の1か21になっちゃった。増えちゃったよ。黄金時代だな。ランマ見てました。ランマ、ランマ見てた。ランマになれたらってずっと思ってた、うん、多分俺商売始めるはず。どう、ね、すごいですね。あ、夜は水商売して、昼間は普通に仕事して、はい、あ、水とお湯でね。そうそう、使い分けてね。そう、夜はそういうお店で働いて。あ、すいません、シャワーはお湯は禁止なんで、はいはい、水だけで入って、水風呂かよって言われながら、っていう想像をしながら、はい、ランマを読んでましたね。ランマ、水かぶったらなんだっけ、お酢に。水だったら、お酢。水だったら、ね、水女子、お湯男子でしたね。あ、違うよ。お風呂が入れない、そしたら。お湯が女子ですか。お湯が女子だ。じゃあ、お湯が女子さ。お湯女子。じゃあさ、あの、女子でお湯の夜の仕事しててもさ、はい、もし、ほら、お酒とかこぼれることあるじゃん。はいはい、お酒かぶった瞬間、男になるじゃん。そうだよ。ダメじゃん。
失礼します一緒抜けろあれ霧吹きいつも持っといてからお湯と水の霧吹きをさささささって霧吹きで大丈夫なの？大丈夫ですおバナさんとかどうですか、うん、漫画これも結構持ってきたよお、ね、ぜひさっき見たんでぜひ紹介してくださいちょっと時間あれですけどできたのがちょっと実物なかったからお、ま、んおなんか資料持ってきたんですかえひとみんの劇のにも通ずるんだけど、はい、あの人と結構趣味合うかもあの人って五十嵐作家の人ああ京楽さん京楽さん山田京楽さん、あもうめくっていいんですかまず見てほしいなあいいね、はい、いけないルナ先生誰よいけないルナ先生いきなり露出してるなそうそうひとみに似てるなそうマジか、うん、いやいや似てないでしょそうですねラッこれ、ね、体は似てないですね怖っもっとボンキュンボですもんねそうそうそう実物が本当ですね中学生の主人公の渡るくんがダメ人間なのを、はい、ルナ先生が、うん、体を張って一肌脱いで構成させる三重さんだそれ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 、うん、私がやった三重さん役、うん、ちょっと待ってこれ大丈夫開いていいですねこれびっくりした、うん、すごいネガティブの人間なんだけど過激なんですけど、うん、ネガティブなんだけどバナさん前の教訓を前の教訓を全部なくないですね大丈夫前の教訓を生かしてないですね開けば開くほどやばい開けば開くほど卑猥なページが次に持ってきたのがこれでございますタイトル読んでいいですかこれいやタイトルチンポデカです、ねはい、チンポデカひどいなチンポデカですデカといってもこのデカの部分は刑事のデカですなこれ伸びろにょい棒って使ってますからね絵が汚いなんか汚いなこれなんすかこの漫画はあのチンポがでかすぎてしかも吹き出しのコメントが面白いんですけどチンポで戦うっていうデカああさっき前言ってましたね、うん、そうですねあの確かチンポでチャンバラするんだよねはい京楽さん の、うん、あの脚本の舞台で、はい、日付変更戦でやってたものなんですけど、うん、あのチンチン剣道っていうのがあって役者さんはめっちゃもうかっこいいの真面目にやってるだからその京楽さんと俺趣味合うんじゃないかな合いそう、うんで速攻絶版になってるこれ。絶版、うん、売れないもん、ね。多分俺しかファンいないんじゃないかなって。ファン会そして関根勤務さんがこれ超好きなんだ。へえ。好きそうなんか。なんかページめくるたびめくるたびチンポでかーしか出てこないんですけど。そんなのだからゴリラーマンっぽいっすね。こいつ本名が名前がチンポなんだよ。どういうことなんすかもう。見た瞬間チンポでかって言われるからなぜ俺の名をっていう。くだらねえっていうしょうもないもういらしょうもない また SNS で注意喚起されますよまたされますかこれちゃんとしたやつ持ってきたあちゃんとしたやつがあるそうです犬猫ジャンプ犬猫ジャンプ犬猫ジャンプこれいつなんですか年代的に結構前だな10年海賞書いてる人ですかあそう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 あサンカレアとかはいはい、うん、待ってこれもなこれ大丈夫これは大丈夫大丈夫ですか、うん、なんか似たような絵見たんだけどいやでも裸のシーンが多いですねあるんじゃないですか少女漫画でもこういう別に海ってビキニつけるとか、うん、ビキニはあるけどさっきなんかすごいおほらほらまああのこれは青春ものだよね青春ものですか謎の女の子が現れて、うん、男の子の方は覚えてないんだけど、はいはいうん、とだんだんその謎が明かされていくっていうねへえ、うん、とどうなんで今付箋してあるとこなんだけど、はい、ここを開けてみると、連載前の読み切りの段階のものがあ最初のやつですかそうそうそうの状態があるんだけどこのタイトルが、はい音楽系の名前になってるねいつまでも続く音楽があるかな、うん、これからも続く音楽、うん、音楽、うん、音楽ねこの主人公の女の子をいつもヘッドホンしてるんだ、はい、人見知りだから、うん、なのですでこの流れてくる音楽が今流れてる坂本龍一の、はいバレエメカニックっていう曲、はいはい、で作中にもこの歌詞がいっぱい出てくるんだけど、はい、この歌がとっても好きで、うん、だから好きなとっても好きな漫画どういう曲かっていう と、機械の操りからくり人形か、うんはいはい、あのちょっと悲しい物語なんだけど早く人間になりたいじゃないけど、はいはい、人の心を持ちたいな切ないそういう歌なんだけどねその歌が流れて
来るのが見えてくるからとっても好きな、はい、ちゃんとリンクしてるんですかこの内容とこの音楽自体はなんかいい感じで合わさってるんですか、うんうん、だからこの漫画自体も結構音楽いっぱい出てくるんだけど、それで好きな漫画かな、うん、読んでみようこれ。この曲に合わせてみたらなんかすごいいいなって思った。青春漫画で急に曲変えるからなんだろうって思ったら、そういうことか。一緒何かなと思ってね。今日の曲これだったっけと。そう無理やりなんか、ま、あの真面目に聞けみたいな感じに言わされた気が してしまったけど。前振りの印象がすごいな。いけないルナ先生からチンポでかけて最後まとめるっていう犬猫のジャンプで、ちょっと怒られるかなと思ってちゃんとしてた。ぜひ皆さんちょっと読んでみてください、うん、はい。でもこあの多分バナさんの好みと合いそうな方は、うん、いそうですよ。コメントにも本当に、うん、ケインさん、うん、名前なんだろう、なんて呼んだらいいんだろう、クレイジー中村さん、うん、そうですね、めっちゃ笑ってくれてます。クレイジーマンジ中村ですか。マンジって呼んだのこれ。マンジ型アウターゾーン懐かしいですね。あったな。結構序盤怖かったですけどね、うん、当時はなんかドキドキしながら読んでましたね、うん、ストーリーテラーの女の子がちょっと露出高めっていうか、うん、あのセクシーな感じ、なんか妖精エルフみたいな、ね、耳がとんがってる女の子がストーリーテラーなんだけど、うんうんうん、いろんな不思議な話とか物語の漫画版みたいな、うんうん、のタモリの役を女の子がやるみたいな。そうそう、本当世にも奇妙な物語だ、うん、面白いんだよ。へ、まだまだ普通に、ね、ブックオフとかいろいろあるから、うん、読んでみてください、うん、結構面白いですよ、うん、このまま曲いきます、うん、いっちゃいますかそのまま曲。じゃあ曲持ってきたのが中谷美紀のクロニックラブ。いいですね。でこれも坂本龍一が作ってます。いいですね。で今流れてるバレエメカニックと同じメロディー。そうですね、になってます。この曲坂本龍一お気に入り見たくて 2,3 回歌詞変えて出してるんだけど、継続のドラマ、継続のテーマですね、ですね。じゃあお聴きください、うん、はい、踊って懐かしいな。俺こっちでメール見るにはどうしたらいいか。伝説のヘッドショーとかも夏いっすね。何それ。あのゴリラマンじゃなくて何だかな、あの喧嘩系の漫画なんですけど、ノリオだったかな。あー、はいはい、ノリオとかカツオとか書いてる人、はいはいはい、あれのめちゃくちゃあのヤンキーのボスと似てる弱い子がいて、その子がしばらく入れ替わるみたいな。で喧嘩をこの人が習う、はいはいはい、で死に弱いけどだん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 強くなっていくみたいな。結構面白い、懐かしい。もう俺サウロのコロさんの東京大学物語ってあるんですけど、あーいいね、最後らへんもう意味わかんないですよね。なんだっけ、タルルートくんの人だよ。そうです、ね、そうそうそう、エロいだけですよね最後らへん。俺はちゃんとなんか最後なんか夢落ちみたいな感じでしたね。それも俺はエロいシーンしか見てないです。あれはストーリーとか見てないですひたすらエロいシーンばっかり見てました、ね、あれエロ本当に結構しっかり書いてるからエロい、うん、そうなんだ。また映画うまいからね、うん、あの人、結構ベチャベチャ感がいいんだよ。はちゃめちゃ、もう最後もはちゃめちゃ結構リアルなんだ。でも、うん、もうやっぱ大人だからかですけど、やっぱ子供の頃っていうか思春期の頃ってやっぱりね、さっき言った合図もあれですけど、うん、ちょっとしたやつを探す、そうそう、エロいのちを探すっていうね。これだけでもずっとこの漫画を読むっていう。今ネットで見てたな、セリフ読めた。あ、どう、あ、はい、大丈夫、うん、あ、じゃあそれお願いします。いいんですか、俺も読んで。何ですかこれ。そうなの、ダバサカムカムだけど、あ、ダバサ、あ、ウルカセブン知ってるんですよ。ウルカセブンなんですか、うん、アニメのタイトルだけ知ってる、うん、なんかすげー書かれてる、うん、時間をしてるか、結構適当にするか。漫画そうですね、そうしましょう、うん、次、月1コーナー。これは曲のタイトルあ、じゃなくて、あ、うん、結構資料用意してきてますね、今日、うん、これエウレカが主人公の名前でした。なんか何かそんな感じじゃない？これすごい。レントンか。エウレカちゃんと見たことないですよね。分かった。エウレカセブンでスーパーカーが曲使われてるんですよ。そうそうそう。スーパーカー大好きなんで。あ、結構押してるよ。もう行っちゃうか。そうですね。うん、もう任せます、バナさんに。
お願いします。じゃあもう入れちゃう。はい、CM って2回言ったっけ、お前。あれ1回目あの入って2回入れてますよ。言ってる？2回入れてます。スポンサー紹介のとも入れてますし、あ、入れてます、入れてます。オープニングもやってからじゃあもういっちゃうね。はい、お願いします。はい、はい、入れまーす。 BGM が大きい気がする。いいですか。じゃあ続きまして月一コーナーです。お願いします。音楽は世界だわさ。はい、はい、音楽好きのバナがお送りします世界だわさですけれども、はい、まあいつも通り斜め上からの視点でお疲れ気味のバナさんですが、はい、お送りしていきますよ。今日は漫画が、テーマですけど、はい、ちょっとずれますけどアニメ。ずれましたね。結構ずれました。ずれましたね。まあまあいい、まあまあいいでしょう。今日はこうなんだけど。でそのあ、取り扱うのがエウレカセブン。エウレカセブン、はいはい、エウレカセブン、うん、名前聞いたことありますね。聞いたことないかな。見たストーリーしてあんまり分かんない。まあ簡単に言えばガンダムのロボットが変わったやつ。あ、簡単に言い過ぎじゃないけど大丈夫ですか。結構弱い少年少女がロボットに乗って悪と戦うよ、うん、っていう、はいはい、まあおなじみの展開のアニメ。なんかエヴァンゲリオンとガンダムの間みたいな、まあ、そんな感じと思えばエヴァは人造人間です。あ、補足です。大丈夫です。でこのアニメ、うん、結構作ってる人が音楽好きなのか分かんないけど、はい、音楽に絡めて、うん、いろんなものが、タイトルだったりとか、もうタイトルも1話がブルーマンデーだったりとか、はいはい、これがニューオーダーの有名な曲ですな、うん。あとモーニンググローリーとかオアシスの曲だったりとか、うん、あ、そうですね、うん、で出てくるロボットが、LFO って言うんだけど、うん、これが作中ではライトファインディングオペレーションなんだけど、はい、音楽業界でもこの特にシンセでは、はい、LFO っていう言葉が使われていて、ローフリンケンシーオシレーターっていう略で本来の意味はあります。まあ、低周波っていう意味なんだけど、はいはいはい、これでシンセサイザーの音を作っていく感じですな。で、曲変えるの忘れてたわ。これだ。で、出てくるロボットの名前が、うん、ターミナスの型番がタイプ R606 だったりとか808だったりとか、はいはい、うん、909なんだけど、まあこれは有名なローランドのドラムマシーンの型番と一緒。例えで言うと TR909 っていう楽器があるんだけど、はい、よく聞く音かな、これ。これが909っていう楽器で、808ちょっと前のやつだけど、うん、で TB303 っていうのがあるんだけど、これはドラム、はい、ドラムじゃない、ベースのシンセだね。へえ、こういう音が結構ね、これ好きだな。なので結構ね、音楽に絡めてあるアニメ、だいぶ絡んでますね。だいぶ絡んでるよ。でこの中でお気に入りのエピソードがあって、はい、まあ、ライバルの敵側の女の子の、はい、ですね、姉もねキャラがいるんですけど、はい、もう本当に敵で薬とかで強化されていて、うん、もう人造人間的な強さ、むっちゃ強いんだけど、じゃ人間なんですね、うん、そうそうそう、その子、その子が、うん、まあ、ライバルとして現れて、うんうん、結構味方の被害も被るわけですわ、はい、でもこの女の子本当は戦いたくないなみたいに思っているわけよ、うん、はい、でもう最後の方はもう泣きながら戦うわけね、うん、その時のセリフがとっても印象的なんだけど、うんうん、が今しとみにちょっと読んでもらって、はい、もしこの戦いが終わっても生きていいって言われたら、小さな鏡を一つ買って微笑む練習をしてみよう。何度も何度も練習しよう。もう一度会うために。もし
誰も傷つけずに生きていいと言われたら、風にそよぐ髪を束ね、大きな一歩を踏みしめて、胸を張って会いに行こう。生きていたい、ありがとうを言うために、生きていたい、たくさんの気持ちを送るために、生きていたい、気づかなきゃよかったこんな気持ち。なんかジーンってきますね。で、この心の声が主人公たちにも聞こえてきて、はい、でそれを受け止めて、うん、その人の心を取り戻すわけですね、この女の子は、はい、っていう回、とってもすごい印象深い回なんだけど、やばい。その回の、タイトルが次のページですね、はい、第48話バレエメカニック。そんなにあるんだ、かけてますね、なんか、うん、その曲名と曲の内容とお話の内容が本当に人の心を取り戻すっていう、曲の内容にもアニメの内容にもリンクしてて、とってもつながりがあるなと思って、めっちゃいい、持ってきましたよ。見てみようこれ、うん、ね、まだちゃんと見たことないですよ、うん、こんないいアニメがあるんだ、うん、知らなかった。でめっちゃ長いけどね、4クールぐらい、うん、長いっすね、結構その前ですよね、昔ですよね、結構長いね、ね、続編も 何個か、うわ、この涙の流しながらのこのイラストあるんですけど、っていうか写真、やばいっすね、そうこんなぐしゃぐしゃになりながらこんなセリフ言うんだ、っていう感じでお送りしました。チンポデカ、あらら、なんでここで入れるんですか。チンポデカはちょっとやめましょうよ。やめましょうか。今日いいコーナーだなって思ってたのに。もうページめくればめくるほどくだらないっすよ。あ、俺チンポエマージェンシーの効果音作ってきたんだよ。なんすかそれ。その待て、そのなんとかエマージェンシー。チンポ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 エマージェンシー。バナさん、頭買おうか。作ってきたの。壊しに来た。ぶっ壊しにかかりましたね。せっかく、まあまあ、でも、本当にいいアニメなので、見る機会あったら、ぜひ。こんなまとめ方あります？チンポデカで終わらないんで、普通まとめに、まともで、あれなんですよ。もう言えてないし、まともに進めてます。というわけで、今回のダワサのコーナーは、はい、エウレカ7、アニメのエウレカ7の紹介でした。はい、見てみてください。ちょっと早いけど。早いですね、もう。あ、早っ、エンディング全然喋れてない感じがしますけど、うん、本当だ、もうエンディングですよ皆さん。コメント漫画みんなおすすめあるコメントいっぱい来てますよ。どうぞどうぞ、読んであげてください。今で全然読んで、アゴベルトさん、ビックリマンもテレビしてたよね、ハマりました。 あったのか、ビックリマンもありましたね。ありました、ありましたよ、なんかあった気がする。あとは、あ、前期もありますね、ケインさん。あ、懐かしい。あ、前期もありましたね。なんか目玉みたいなクルムみたいな食べるやつ。そうそうそう、なんかあれが美味しそうでしょうがなかったね。わかる、うん、あとは中村さん、ブラックキャットも好きでした。ああ、ジャンプのね、ジャンプであったな。俺今が好きっすね、あの人が描いてるトラブルが好きっすね。あの人なの、あの人が絵描いてますね。へ、絵の担当ですね。ブラックキャットは面白くてなっちゃう。今トラブルダークネスになってますよね。あ、俺トラブル見てないんですよ。あ、見てないんだ。もうその時にはもう卒業してました、そこら辺。俺は卒業できないです、まだ。未だに見てます。あって感じ。いいね、セイントセイヤ世代ですって。ヒーさん超好き。あ、セイントセイヤ80ですよね、来るかな。いいですね、車田さんでした。ほとんど内容覚えてないや、ごめんなさい。あんまり覚えてないな、一応。私も絵描く方だったな、漫画、漫画っていうか、なんか絵が好きだから、なんか拾なんていうの、漫画の中の、はい、これいいと思ったやつを模写したりとか。あ、その漫画が知りたいんですよね、その漫画を模写した、その漫画のことを見たい。その漫画がさ、あのね、中学校の時に、うん、エロ本が流行ってたの。エロ本が流行ってた、うん、女子同士でなんか女の子向けのエロ本があって、漫画ね、別冊なんとかみたいなやつか、ちょっと内容は分かんない、タイトル忘れたけど、それを休憩時間に紙芝居みたいにして、どんな学校や。どんな学校か。いや
ってる人たちがいて、で私はその中には入りきれない人だったんだけど、なんかこのね捨てられてたのそれが、で私はやっぱ興味があるから、はいはい、興味があるって言っても内容がね中がどんなものなのか、うんうん、みんなが楽しそうに読んでるから、うんうん、見たら私が今まで書いてた洋服を着た女の子じゃなくて、うん、裸体なんですよねやっぱり、はいはいはい、この曲線がすごい興味湧いて、はいはい、書いてみたいって思って書いたの、はい、で最初紙で書くだけじゃ飽き足りず授業中 もうまた書きたいって思って、その時ノートなかったから、はい、持ってなかったから今日その時は机の上に書いたの裸体を裸体を机の上に一生懸命書いて、で授業終わりました、はい、移動式の学校だったから、うん、移動しました、はい、私消し忘れてて、はい、誰が書いたんだと先生に呼び出されてしばらくあの私はエロい人っていうエロい人裸体書くのは大事だからね、真剣マージンシュー、真剣マージンシュー、真剣マージンシュー、視聴者プレゼントビデオダビングのエビックからエビック商品券1000円分を3名様にお送りいたします。プレゼント希望の方は avac@fmgirwan.com にお名前住所をプレゼント希望と書いて送ってください。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、エビック片奥解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。次回のテーマのお時間です、うん、読んでみましょう。ラッパリさん、こんばんは。みんなにもにわいでべべべべべ、もう何も言えてんな。チンポデカなんてやばい、好きなんだチンポデカ。やっぱりにも映ってる。あ、今日ね、うん、相談があるんですけど。何ですか何ですか、はい、来週のテーマ決まってないそうだ、決まってないんだ来週のテーマ思い出した。だから引いた人が、うん、即興で決めてもらいたいな、あ、じゃあ一人決めてください。え、待って、私何も考えてないけど、ちょ、じゃあちょ、とりあえず最大の逃げ道があるよ、一応、うん、あの言葉が何、引いてください。あ、なるほどね、引いてください。じゃあ、行くよ。パン、エマージェンシー黒が出ました。テーマ何すか。黒さん、あのね、テーマ3択あるんですよ。何何何テーマがナッツとモノマネと数字っていうテーマ。どれも嫌だなナッツ特に誰がいいですか。これだったら俺フリーがいいな。フリーがいい。フリーに逃げたいな俺。フリーに逃げたい。ナッツなんて何喋るの。ナッツモノマネとかやりたくないし。そうだよね。やらされるよモノマネやったら。そうだよね。これあナッツってナッチーさんがナッツって。ちょっとやめて。ホミさんラタイって言ってるけど。ラタイ。ナッツで広がるかな。ナッツにしてみますじゃん。ナッツにしてみますか。じゃあ来週のテーマナッツです。ナッツで。オッケー。ナッツで決定。行ってみよう。その手に持ってるナッツリターンして、ナッツリターン。ナッツじゃないこれ、人参です。ナッツリターン。人参です、これは。じゃあ、ナッツ戻します。よし。はい、さよなら。来週のテーマ、ナッツですね。ナッツ決まりました。デイジーやなんですけど、来週。おや、来週、ナッツ。ハッチさん、メール送ってください。ピスタチオ、マジうまいし、って感じさ。たまにね。全然開いてないピスタチオありますから殻に割れ目さ、あー分かる、あれイライラしますよね。あ、ケインさんナッツならかけるかもって、かけるかもって何かけるすごい、まあ、とりあえず来週のテーマナッツなんでよろしくお願いします。ナッツでよかったですね、うん、告知なんかありますか。あります。 お願いします。はい、8月19日20、21にピーターパンっていう舞台があります、はい、これ子供向けの舞台なんですけど、うん、はい、これ私今回ウェンディ役で出ることになりました。おいい、ね、はい、3歳以下は無料、大人は1500円です。ぜひぜひ親子で我が町の小劇場へお越しください。お越しください。はい、時間は10時14時18時と3回公演、うん、はい、これ多分、うん、面白いと思います。あの、今まだ稽古始まったばっかりなんですけど、うん、はい、どうやって飛ぶっていう話し合いをしてます。フィギュア飛ばせば上に。フィギュア、フィギュアそんな案も出たの。タコ糸でなんか観客の上から飛ばすみたいな。出たわけさ、そんな案も。でもダッサいねっていう話になって。そうか、いいと思うけどな。大きい劇場だったらね、まだなんか、はいはい、そういう遠近法みたいなのもできるけど、うん、まあね、ちっちゃい劇場だから、うん、子供も巻き添いにしてあのちょっとやろうかなっていう、はい、面白いかも、案が出てるんですよ。いいね、まあ、飛べなかったら飛べないでいいんじゃない。プロジェクターマップ、俺も思ってました。普通にパワーポインターでプロジェクターの真っ暗して画面に映すとダメなんですか、うん、飛んでるやつを映像でそこだけで、うん、セリフだけ入れればいいじゃないですか。
喋って。うちのスタジオ合成できるよ。うん、ぜひエビックに、ね、エビックにお願いします。演出が多分いあの、まあまあまあ、そこに倒りたくないっていうかもしれないけど。変わってきそうだね。そうそうそう。まあでもお楽しみにどういう風に飛ぶかっていうのも楽しみだと思います。はい、見てください。はい。はい、僕も告知。何でしょう。まあサンチェスさんは知ってますけど。はい。もしかしたら、うん、来週の金曜日、うん、夜ラジオ終わってから深夜に。あ、なんだっけ、覚えてます？あ、今思い出しました。やるありましたね、そういう話。金曜日深夜にもしかしたら、うん、ツイキャスで別に放送するかもしれません。かもしれません。また来週また告知しますので、やるときは、うん、ぜひぜひお楽しみください。はい、エビクからもあります。何でしょう。うちのナンバーワンなんですけども、はい、いつも毎週土曜日11時、15分から放送していますけれども、はい、明日のうちのナンバーワンは、うん、高校野球の放送が、うん、その時間入っていますので、はい、前倒しで、9時頃9時頃と9時頃確か9時、まあ早めに起きて9時から見ててください。見ててください。9時から10時の間にやります。はい、9時から10時の間ですか。そのうちのどっかの30分でやると思うんで、ぜひ早起きしてうちのナンバー見てください。録画する人難しいですね。そうそうそう、それ間違えないようにね。そうですね、起きたら野球しか映ってなかった。でも9時から10時って言ったらさ、もう1時間録画って何のため録画しとかないといけないってこと。まあ、うん、なのであと前後カットして。カット、あ、もうあと50秒だよ。はい、早い、うん、提供クレジットやったんですよね。やめました。じゃあもう、じゃあ次です。次、はい、次のこう、ラジオ、この後はアニマ兄貴のクールジャパン沖縄です。はい、周波数はそのままで引き続き FM 沖縄もお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。 Say goodbye! バイバーイ。チンコエマージェンシー、今日も皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。タバさん、マナさん、これ事前に見せてください。本当に弱調さんレベルでなあまんの。さっきハッチーさんが弱調さん聞いてるかもよって言った。あさるのところで聞いたらやばいでしょ。